ジャン・ジョルカエフは、フランスの元サッカー選手、サッカー指導者。ポジションは DF。息子のユーリもサッカー選手で、フランス代表として1998年の FIFA、ワールドカップ、フランス大会優勝や2000年の UEFA、欧州選手権優勝に貢献した。ジョルカエフは、フランス南東部のイゼール県、シャルビューイコールシャバニューで生まれたが、民族的には、 カルムイク系の出身である。1958年にオリンピックリオンで選手経歴を開始し、同年12月28日のリモージュ FC 戦でリーグデビューを飾った。当初は FW としてプレーをしていたが、後に DF へコンバートされ、センターバックとして顕著な活躍を見せた。リオンでは16シーズンを過ごし、1964年の クープ・ドゥ・フランス優勝に貢献するなど500試合以上に出場した。1966年からはオリンピック・マルセイへ移籍し跡1969年のクープ・ドゥ・フランス優勝に貢献。その後、パリ・サンジェルマン FC やパリ FC を渡り歩き、1974年に現役を引退した。フランス代表としては、1964年10月4日の ルクセンブルク戦で代表デビューを飾り、1966年の FIFA フフワールドカップイングランド大会に出場するなど国際 A マッチ48試合に出場し3得点を記録した。引退後は指導者の道へ進み、クルノーブルフット38や AS サンテティエンヌの監督を務めた。その後はフランスサッカー連盟に勤務し、2000年からはクープドゥ。 フランス実行委員会の責任者を務めている。ありがとうございます。